はい、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む、さきあみです。バケットハットの2回目になります。はい、前回説明したようにこちらブリムの部分、このように6枚つないでカーブを出しています。はい、こちらの方がモチーフを6枚全部このようにつないだ状態になります。このパーツがまず1つ、そして次にこの中間部で、今回はこの中間部なんですけど、1枚目はまず編み切ってしまって、2枚目、編み終わったらここでつないでいこうと思います。3枚目ここでつなぎます。4枚目もここでつなぎます。6枚全部つないで輪になったら、1段目の部分と2段目の部分、このモチーフをこのようにつないでいこうと思います。はい、そして3段目を1枚目は普通に編んで、2枚目編み終わったところでこちらとつないで作っていって、それからつないでいこうと思います。そして今回はつなぎをしていきます。こちら2段目のモチーフ編みながらこのようにつないでいきます。はい、そしたらちょっとつなぎをやります。次のモチーフを編んできました。角に持ってきて、鎖2目と角に引き抜き鎖2目、はい、そしたら次のこの角の隣に引き抜きします。鎖2目、こちら長編みと長編みの間、はい、このつなぎ方は前回のモチーフのつなぎ方と同じですので、全く同じことをしています。鎖2目、こちら長と長の間、鎖2目、こちら鎖のところ、長長の間の鎖のところ引き抜きします。鎖2目、こちらこの位置ですね、つないで鎖2目引き抜き、鎖2目引き抜き、鎖2目引き抜き、はい、ここが細編みと鎖長の間、ここに引き抜き、はい、鎖2目、こちら反対側はもう角に入れていきます。鎖2目で手前の方、こちらの角、はい、これでつながりました。はい、このような感じで6枚をつないでいきます。はい、2段目の部分6枚つないだら、このようにまっすぐの輪になっています。はい、そしてもう1つ、三角の部分を6枚つないだものを用意していこうと思います。はい、それではこちら三角の部分、4段目の下だけ鎖をのけて長編みを続けて編みました。こちらの1辺目、3辺目は鎖を入れています。で、少し長い二等辺三角形になっています。はい、これをトップの部分6枚ほど編みつないでいこうと思います。はい、そうしましたらこちらの1枚目編み終わりましたら、
糸をこのてっぺんのところですね、細編みと細編みの間に糸を移動させたら鎖を5目します、はい、そして同じところに引き抜きをして休ませておきます。このような感じで休ませておきます。はい、そしたら2枚目を持ってきます。はい、2枚目、てっぺんのとこまで引き抜きをしてきました。そしたら鎖を2目編んで1枚目の鎖5目のところに入れて引き抜きをします。そして鎖2目編みます。で、同じところに戻ってきます。引き抜きします。はい、そしたらここから鎖2目編んだらまずもう一回この角のところに入れていきます。引き抜きします。そしたら鎖2目こちらのコマと長の間のところ引き抜き、鎖2目反対側は長編みと長編みの間、鎖2目引き抜き、鎖2目、このような感じで止めていきます。鎖2目引き抜き、最後はこちらになります。鎖2目で角に行きます。はい、鎖2目またこちらの角に行って、これで止まったことになります。で、この時にマーカーがつけて、こちら鎖編みを入れてないところが下になるように気をつけて止めていきます。はい、それでは次の3枚目を止めていこうと思います。はい、編んでこの上まで持ってきたら鎖2目してこちらの頭頂部の間の、ちょっと分かりにくいですけど、こことここが鎖5目のとこです。この鎖5目の間、中心のところ、収まりがいいところに入れて2本ほどすくって閉じようと思います。全部に通すとかさばるので2本にすくいました。はい、鎖2目したら戻ります。モチーフがねじれないように気をつけて同じとこに引き抜きします。鎖2目向こうのこの中心のとこ、山のとこ、もう一度すくいます。そして引き抜き、モチーフがねじれないように気をつけて鎖2目したらこちらの鎖のところ引き抜きします。はい、あとは同じ要領でつけていきます。長編みと長編みの間、鎖2目、こちらは鎖のところ、
鎖2目長と長の間鎖2目引き抜き、はい、最後の角鎖2目角、はい、はい、これで今3枚がつながりました。このようになっています。はい、この要領で6枚目までつないでいきます。はい、こちら三角の6枚をずっと片側で留めてきました。こちら頭頂部のところは鎖2目引き抜き鎖2目でずっとつないできました。そしたら最後なんですけど、こちらの待たせておいたこの糸を使います。はい、そうしましたら今5枚つないで6枚目なんですけど、こちら鎖2目したらこちらを取ってきたんですけど、中心をくっつけたいのでこの最初の1枚目のモチーフのところの糸とこちらの最後のこの鎖5目の糸をすくいます。そのあたりということでいいと思うんですけど、こんな感じですくって引き抜きをしたいと思います。はい、これで鎖2目して元のとこに戻って引き抜き、そして鎖2目でまた次のこの角のところに行って繋ぎます。はい、後の繋ぎ方は同じで大丈夫です。これで繋いでいきます。引き抜き鎖2目引き抜き鎖2目、引き抜き、ちょっと糸が短くなりましたが鎖2目引き抜き、鎖2目ちょっとギリギリになりましたが、また後やり直そうと思います。はい、でこのような感じで中心もしまってこちら全部つなぐことができました。このようになっています。次はこの3つのパーツをつないでいこうと思います。はい、それではトップの部分とクラウンの部分つないでいこうと思います。糸をつないでもいいですし、こちら留めてきた糸のを残しておいたらそれを続けていってもいいです。はい、そうしましたらこちらの方は鎖が入っているんですけど、鎖をないものと考えてつないでいきます。
こちらは鎖を入れていないのでこのままつないでいきます。基本的には鎖2目と引き抜き、鎖2目引き抜きで閉じていきます。はい、そうしましたらこちらつなぎ終わりの糸がつながっていたらそのまま引き抜きをして続けて止めていってもいいです。で、お糸が短かったら切って糸をつないでからやってください。あ、そしたらつなぎ始めです。まずこちらのこのコマと鎖長の間の鎖のとこに目を移動してスタートしていきます。鎖二目したらつなぎたいところ、こちらの部分の隣の長編みと長編みの間、ここからスタートすると都合が良いです。つなぎ方は今までやったように鎖二目引き抜きの繰り返しです。鎖二目引き抜き、鎖二目引き抜き。モチーフが4枚交差するところに来ました。ここまで来たら鎖二目して向こう側のこの角を取ります。鎖二目して手前のこちらの角を取ります。そしたらまた鎖二目して、今度は向こう側の斜め向こうの角を取ります。ジグザグに開っていきます。そしたら手前の左側の角を取ります。はい、これで今1枚分のモチーフがつながりました。このようになりました、はい、そしたら次なんですけど、次はこちらに一目ほど引き抜きでずらします。そこからまたスタートして同じ作業をしていきます。リセットするということになります。そしたら鎖二目してまた長編みの間に引き抜きをします。鎖二目して手前の長と長の間に引き抜き、はい、このようにして繰り返して止めていきます。はい、一周ずっと止めながら戻ってきました。そしたら最後のこちらの長編みと細編みの間になります。これまでと同じように鎖二目、角、向こうの角、鎖二目、手前の角、鎖二目、はい、辻向かいの角、こちら。鎖二目で手前の角、はい、これで一周全部止めたことになります。
こちらと糸始末をして終わりになります。そうしましたら今度はクラウンとブリブの部分ですが、これも今やったのと全く同じになりますので、そこはもう割愛していきます。それでは今と同じような調子でこちらを留めて完成させていこうと思います。はい、このように1段目と2段目、2段目と3段目全部つなぎました。このようになりました。はい、こちらしっかり深めで、こちらの縁のフリルも入っていますし、便利がいいんじゃないかと思います。はい、よろしかったら皆様も編んでみられてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む、さきあみでした。またお会いしましょう。